はい、ということで皆さん、今回ですね、話していきたいと思うのは、初心者におすすめのロール、まあ、いわゆるレーンだね、レーン、こちら紹介していきたいと思います。じゃあまず答えからいく、答えからいきます。ミッドとトップ、まあ、ソロレーンです。つまりはソロレーンってことです。なぜなんですかと、非常に単純、自分のプレイを反省しやすいって言った方がいいかな。自分のプレイを反省しやすい、つまりは成長しやすいレーンってことです。まず他のレーン考えてみるね。ジャングルと ADC とサポート、これら3つはまず知識量が圧倒的に求められます。じゃあ今初めてゲーム始めましたよと、で自分の使うチャンピオンのスキルは知ってます、で対面来ました、誰だと、なんだこいつはと、まず調べなきゃいけないよね。とこれがね、トップミッドだと最低限2人2体分ね、スキルを把握できていればある程度ゲーマーできるんだよ。まずジャングルはね、なんで覚えてなきゃいけないかっていうと10体ですね。どのレーンにどう効率的にギャンクできるのか、ダイブできるかっていうのはまず10体知ってないと無理ですね。そのスタムナーゼルフトにいる全てのチャンピオンをある程度覚えてないと難しいっていうところがある。だから本当に一生わからんゴールされるんだよね、初心者の時は。このチャンピオンかな、このチャンピオンか、このチャンピオンもこのチャンピオンもこのチャンピオンも全部わからんと。だから一生初見ゴールされ続けることになる。まあ一部ね、フィドル6みたいな初心者でも楽しみやすいジャングルはいるんだけど、まあだいぶ敷居は高いよね。で、ADC のサポートに関しては、これ、4体ですね。4体必要です。ADC サポートは。しかも2人いる分、なおさら難しい。どのチャンピオンがどんだけダメージなのか、すごい直感的に分かりづらいよね。で、まあ、正直ここはね、どうでもいいっちゃどうでもいいわけ。まあ、徐々に覚えていけばいいわけだから。ただ、俺が特にお勧めしないところがあって、特にお勧めしないロールがあります。で、どっかっつうと、ADC のサポートなんだよね。で、この2つのロールがマジでやめた方がいい、初心者は。で、なんでかっていうと、楽しめません。なんでかっていうと、これ逆、ミッドトップって逆です。自分のプレイを反省しづらい。つまりは、成長しづらいね。これなんでかっていうと、結局 ADC のサポートって、一番何が大事かっていうと、プレイの意識が合ってるかどうか。どのレベル帯で強気に動く、弱気に動く、みたいな。だから、ADC のサポートって、マッチアップによって正解があるわけ。おのおのね、こういう正解があります。強気にプレイした方がいいとか、大樽くらい発想しなきゃいけない、1レベルで有利を取らなきゃいけない、いろんな正解があるんだけど、ADC のサポートって、まず初心者はね、2人とも理解してないよね。疑いどうしたらいいか全然わからん。で、一番の問題ね、これで、片方がいいプレイしても、片方が、理解してないと、ボコられる。ここなんだよね。片方がその、このマッチアップにあったいいプレイをしても、よし、今1レベルで削ろうよと、レンジさんがあるから、削ろう。なんで来てくんの、なんで来てくんないのみたいな。で、片方が理解してないと、全く意味がないんだよね。全然その、自分の決めたプレイ、自分がやりたいプレイを一切できないの。正直。レートが低いほど、この ADC サポートってのお互いね。なんでそんなことすんの、お前はなんで来ないのみたいな感じで。だからね、反省しづらいです。ミッドのトップで言えば、今トレード負けちゃったな。あ、俺のスキル外したからだな、とか。相手のスキルこれ外すの待てばよかった。まあ、マナなかった、とか。まあ、ミニオンが多かったんだな、とか。たっくさんね、反省できます。一試合で。一試合でいくらでも反省できるんだけど、エイジのサポートは、相方が超下手だったのか、それとも自分が下手だったのか、それとも両方だったのか、何にもわからん。なんもわからん。だから、面白くないと思う。なんで負けたのっていう。毎試合ね。毎試合。これなんで負けたんだ、俺のチャンピオンこの時間帯強いはずなのに。負けるのかこれ。ん？っていう感じで。まあ、成長しません。運ゲーです。もうダイヤまでは、正直 AGO サポートはもう運ゲーです。完全に。もう上手い下手関係なし、運ゲーです。意思に合うかどうか。合ったら勝ち、合わなかったら負ける。っていうところがあるから、俺はとにかく ADC サポートはおすすめしない。初心者には。っていう感じだね。まあ、もう一回まとめるけど、まあ話は大体これで終わりだね。初心者のおすすめのロールは、圧倒的にミッドとトップです。圧倒的にね。で、時点で一応ジャングル。ある程度楽しめるからね、ジャングルは。ジャングル回ってるだけでもある程度育てるわけだから。まあ、そこは悪くないポイントだと思う。
まあでもチャンピオンによってはもう敵の性能関係なしに、まあ、突っ込めば何かしら結果が出るからね、ジャングラーは。ただ AD のサポートは、まあ、これらの理由のせいでちょっとね、初心者だと楽しめないんじゃないかなと。ただでさえ考えることが多い、覚えることが多いのに、まずチャンピオンの知識、スキルの把握も必要だし、それが分かってたとしても結果として出るかどうかは運によるっていうところが、俺はこれおすすめしない理由ですね。まあただね、どうしてもやりたいんだと、 ADC とサポートどうしてもやりたいって人なんだったらやってもいい、好みの範疇ではあるけど、まあ、僕のおすすめとして覚えといてください。じゃあバイバーイ。